だからこの場合も足で押さえた方がいい。これしてたらめっちゃ楽やね。足で押さえてエラがあって、エラの横の線があったら、ここに絶対ここに硬いところがあるから、これが、もうここが脳の位置で、上の横、脳の位置で、これがこめかみ。そのこめかみに当てて、滑る。こめかみに当てて、こうね、こめかみ当てて、入れてから倒す。で、ぐるっと回したら目が真ん中みたいな。これで終わり。で、次はもうこのままナイフ出してもらって、いくよ。ここで指の中で指突っ込んでくる。でこの血の色見てるとこの血の色ちょっと濁ってるやろ。これもしんどいの、すでに撮影だから。で、あの氷水入れたら血管縮むって言っておんねんけど、逆に氷水入れたらいいな、広がるわ。結構よく見た。人間の手が持たへんかもしれない。で、このぐらいでも OK。あとはもう、このまんま、持って帰ってもらえる。で、あの、帰るときに、これだけ抜いて、あの、水だけ抜いて帰ってもらえる。以上。だから、この場合も、足で押さえた方がいい。これしてたらめっちゃ楽やね。足で押さえて、こう押さえて。エラがあって、エラでこの線があったら、絶対ここに硬いところがあったら、これが、もうここが脳の位置、目の横、脳の位置で、これがこめかみ。このこめかみに当てて、こう滑る。こめかみに当てて、こうね、こめかみ当てて、入れてから倒す。そしたら目が真っ赤になったやろ。これで終わり。一番重そう。はい、重そうっす。うん、ね、お腹に釣れた。よいしょ。はい、どうだろう。あ、こいつは柄が出てますね。はい、なんか同じくらいですね、最後は。